オラジコスコモシさん、単語 YouTuber のカスです、今回もスペイン語単語一つを、紹介して、アルゼンチンについても、少し話していきたいと思います。では行きましょう。今回紹介する単語はパニュエロ、パニュエロです。これはですね、ハンカチーフやネッカチーフの意味です。普通にですね、スペイン語を勉強しているとあまり出てこない単語なんですけれども、特にアルゼンチンでは大きく分けて2通り使います。1つ目、アルゼンチンのですね、民族舞踊フォルクロールの一つであるサンバで、ハンカチーフ、まあパニュエロが使われます。こんな感じでですね、ハンカチを持って踊ります。でもう1つ目、それがですね、個人の、政治的もしくは思想的立場をですね、示すために使ったりします。例えば、こんな感じですね。私が一つ持っているのは、今はもう大統領じゃないんですけれども、旧前大統領マクリの、マクリを支持する人たちの、パニュエロですね。で、まあ、こうやってつけたりとか、まあ、バッグにつけたりとか、します。まあ、私はまあこれをお土産として買ってるだけなので、特段ですね、政治的立場を、表明することはしませんが、こんな感じでパニュエロっていうのは、使われます。ではこの単語を使ったフレーズを練習していきたいと思います。例えばこういったものはですね、イベントなどで路上で売ってたりします。そこでまあ、これを買いたいとしたときに、Cuánto sale este pañuelo? Cuánto sale este pañuelo? これはどういう意味かというと、このパニュエロはいくらですか？要するに物の値段を聞くときにですね、Cuánto sale というのを使います。Cuánto sale なんとか。なので他の、使い方もできます。Cuánto sale で次に、値段を知りたいものの名前を入れたら、使えます。今回はですね、このパニュエロ、政治的もしくは思想的立場を示すものに使われるんですけれども、それに関連して人工妊娠中絶、中絶に関してですね、話したいと思います。まずですね、中南米諸国というのはカトリック色の強い国がほとんどです。その中で、基本的にカトリックの思想としてはですね、中絶は禁止しています。なので中南米はほとんど、3カ国を除いてドミニカ共和国、ニカラグア、エルサルバドール、この3つの国を除いて中絶は禁止されています。なぜかというとカトリック教会の力が強いからです。ではアルゼンチンでは何が起こっているか。アルゼンチンは比較的フェミニスタの人が多いです。まあ要するにですね、女性の権利を主張する、強く主張します。なので、このようなですね、パニュエロを持って、自分の思想を、示します。現在アルゼンチンでは中絶を合法化する運動が、数年前から行われています。で、まあ、こういったですね、パニュエロの緑、パニュエロベルデというものとパニュエロアスー、青ですね、この青い、パニュエロ、緑のパニュエロと青いパニュエロの人たちが対立しています。で緑の人たちが、中絶を合法化したい。で、青の人たちが、中絶は、禁止のまま。で、この2つが、大体半分半分ぐらいですね、今、争っています。アルゼンチンでは2018年に一度この、中絶の合法化の法案がですね、下院で通って上院で否決されたという、ことが起きました。で、おそらく今年2020年ですね、もう一度その法案が、審議されて、下院で通って上院でも通るんではないかというふうに、噂されています。で、まあ、この妊娠中絶というのが非常に問題なのは、まあ、中南ではですね、まあ、教育の格差が非常に激しくて、教育を受けてない人は本当に受けてません。この性教育は非常に問題なんですけれども、きちんとされてないがためにですね、避妊をせず妊娠してしまうと、要するに中絶ができないので子供を産むしかないんです。なので特に若い人たちの
教育が不足、特に性教育が不足しているので、こういった事態がたくさん起きて、若くしてですね、子供を持っている、人が多いです。まあ、そういう時に限って、若い時に限って、まあ、別れてしまうケースが多くて、アルゼンチンではシングルマザーが非常に多いです。アルゼンチンでは比較的リベラルの人が多いので、こういった運動が盛んです。で、例えばですね、アルゼンチンは中南米で初めて同性婚を認めた国です。で、まあ、この次がですね、中立じゃないかというふうに言われていて、まあ、この2つのトピックっていうのは非常に、ホット、中南米でホットです。今後おそらく、まあ、時間の問題で合法化になるというふうには言われてるんですけれども、それにしてもですね、このパニエロ・ベルデですね、緑の、ネッカチーフをつけてる人たちは非常に多いし、自己主張がすごい強いです。個人的には、きちんとした性教育による無計画な、妊娠出産というのは避けるべきだと思っているんですけれども、まあ、今の現状ですね、どうしても、まあ、妊娠してしまうケースっていうのがあり得るので、そういった人たちのために、まあ、中絶っていうオプションが持てるっていうのは私は賛成しているので、まあ、個人的にはですね、でかつ日本も、中絶が合法化しておりますので、個人的には合法の方に賛成しています。はい、いかがだったでしょうか。今回は、パニュエロという単語を学びました。これは、ハンカチもしくはネッカチーフという意味で、アルゼンチンでは非常に多く使われます。それに加えて中絶というですね、非常にホットな、テーマを取り上げました。ではまたお会いしましょう。チャオー。